はい、ご視聴ありがとうございます。山本周五郎作千代紙行灯第一章江ノ島道1やめる火ボタン。超過のものであろう18になる娘とそのマーヤとも思える老女の二人が、しらじらとした秋風の道を藤沢の宿から江ノ島へ向かって歩いていた。老女も大家の奥に仕えるらしく、品のある人柄だが、娘はまた飛び抜けて美しい、つやつやと黒い髪と、同じように黒い大きな瞳だけでも、見る者の心を引きつけずには置かないだろう。どこか弱々しさがあるだけ、透き通るほど白い肌に、鮮やかな唇の赤が、どうかすると、やめる火ボタンの花といった感じを与えている。お疲れではございませんか。老女が気遣わしげに振り返った。無理を遊ばしては、後でまたお体に触りますよ。安家の追いつくまで少しお休み遊ばしては。大丈夫よ、ばあや。今日はなんだかとてもいい気持ちなの。松の匂いが風と一緒に体の中へ染み込んでくるようだ。空の色などもお江戸とは違いますね。まるで春のような緑色をしているわ。片瀬川に沿った明るい道が松林に入ると、松の香を含んだ爽やかな風がひやりと肌にしみる。ふとすると風の音に混じって遠くからかすかに潮騒が聞こえるほどの静けさだった。待て、その女ども待て。突然後ろからそう呼びかける声がした。待てというに、おのれ、待たぬか。老女と娘は何事が起こったのかと振り返った。一人の若侍が走ってくる。あたりを見回したが、他には誰もいない。自分たちを呼ぶのかと不審げに立ち止まっていると、はせ寄ってきた若侍はいきなり二人の前へ。不定やつだ、もう逃さんぞと叫びながら立ちふさがった。老女は本能的に主人を背にかばった。辻斬りとか追い剥ぎの類だと思ったのである。しかし相手の様子を見るとすぐ、そういう輩とはあまりに違っている人品なので、もう一度不審を起こした。若侍は24、25でもあろうか、色の白い眉の秀でた素晴らしい美男である。頬の線こそ少しきついが、高い額から鼻筋へかけてのそそるような気品は、街道の孫や籠かきなどが一口に歌舞伎もんだなと根を踏みそうな色めいたものをさえ感じさせる。その上身なりもよく、安く見ても400-500取りの若様という恰幅だ。老女はしかし油断のない身構えで言った。私どもに何かご用でございますか。白々しいことを申すな。若侍は激しく遮って、いかにも見かけは両家の者のように作っているが、もうその手は食わんぞ。さあ、ゆうべの品を返せ。何をおっしゃいますやら、とんと下しかねまするが、もしやお人違いではございませんか。私どもは、やめい。ゆうべの宿で拙者の旅能より金子を盗み去ったのはその方どもに相違ない。それとも人違いと申すなら藤沢まで戻れ。番所へ参って利譜を明白にしよう。どうだ。失礼ながらあなた様は人違いをなすっておいででございます。老女は初めて微笑しながら言った。私どもは江戸表日本橋小伝馬町の呉服商松田屋茂平のうちの者、こちらにいますのは主人の波、
私は召使いの袖と申しまして、主人が気晴らしの保養旅で江ノ島へ参詣の途中でございます。うろんとおぼしめしますなら、旅切手をご覧に入れましょうから、しばらくお待ちくださいまし。もう下男が追いついてくる頃と存じます。いや、しかしどうも拙者は。若侍は明らかに狼狽し始めた。老女の態度を見、その言葉を聞き、さらに娘の姿を見ているうちに、ようやくこれは人違いだということが分かってきたらしい。色白の方がみるみる赤く染まったと思うと、ひどく恥ずかしそうに、いや、これはまさに人違いをしたようです。旅慣れぬものですから、それにのっぴきならぬ金捨て、どうも昨夜宿で泊まり合わせた女があまりお二人に似ているものですから、つい、どうぞお許しください。ばあや、ちょっと。娘が老女を目で招いた。そして耳元で何かささやくと、老女は微笑しながら向きなぼって、お人違いとお分かりくだされば、私どもも安心でございます。それで、あの、甚だ失礼なことを申し上げますが、お旅先で俗にお会い遊ばしてはさぞご不自由でございましょう。もし何でございましたら、私どもがご用立てを。いやいや、とんでもない。若侍は慌てて手を振りながら、ご講師は誠にかたじけないが、そんなことは決して、誠に、どうかただいまのことはお忘れください。ごめん。そう言うと、呼び止める隙もなく、まるで逃げるよぼに走り去っていった。に、尽きぬ縁し。本当にお気の毒な、まだ夜慣れないご様子なのに、道中はこうございますこと。老女がつぶやくように言った。娘の瞳は座れるようにいつまでも若侍の後ろ姿を見送っていた。透き通るような白い頬には、いつか生き生きとした血の色が動き、湿った赤い唇の間から漏れる息吹は、隠しきれぬ感動に震えていた。老女はすぐその様子に気づいた。そしてその娘の感動を、壊れやすいギアマンでも手にしたかのように、そっと身を遠のきながら、あらぬ方へ目をやった。間もなく下男の安助が追いついてきたので、主従はそのまま江ノ島へ向かったが、娘の波はもうそれまでの晴れやかさをなくし、美しい海島の風景にも心楽しまず、ともすれば潤みを帯びた目でうっとりと遠く面影を追う様子だった。一目の恋、そうかもしれない。体が弱く、日頃からこもりがちで世間にも人にも触れることの少ない娘の心は、清らかに乾いた砂地のようなものだ。露が落ちればそのまま染み入るに違いない。ことに、あの見知らぬ若侍の美貌は、波の美しさといかにも似合わしかった。一度相見た上は、どちらもそのほかに似合わしい相手を見つけることはできないだろう。回り合わせなのだ。老女袖はそう思った。鎌倉へ回っても娘の様子は同じだった。そして四五日そこで滞在するはずだったのが、一夜泊まっただけで波は江戸へ帰ろうと言い出した。ずっと旅続きですから、二三日お休みになってからになさいましたら、出ないときっとお疲れになりますですよ。でも帰りたいの。波は寂しげに言った。やはりうちの方がいいわ。空の色も虫の声もお江戸とは違って、なんだか身にしみるようなのだもの。帰りましょう。袖はふっと目をそらせた。宿からカゴで出た。のり詰めではカゴも疲れる。保土ヶ谷で昼をとって少し歩き、
川崎の宿へかかると黄昏になった。ここで泊まろうというのを、それが巡り合わせなのであろう。刻限すれすれに川を越して道を続けた。修十は気づかなかったが、神奈川の宿あたりからずっとつけていた人相の良くない三人連れがあった。中の一人は高方に刀傷のあるカミソリのような目をした男だったが、娘たちが川を越すのを見ると得たりといった様子で連れの二人に目くばせをした。波と袖の籠を先に夕闇の道を甲信塚の松並木へかかった時である。おい、その籠、ちょいと待ってくれ。そう言いながら例の三人がバラバラと行く手へ立ちふさがった。ぎらりと棒花の提灯に光るものを見て、籠かきたちはあっと叫んだが、籠をそこへ下ろすなり横飛びに逃げ出した。なんだなんだお前たちは。下男の安家はそれでも震えながら主人の籠を守ろうとしたが、後ろへ回った一人がつと寄ったと見ると、道端の草むらへしたたかに叩き伏せられてしまった。おい、出てきねえ。傷の男は光るものを波の籠の垂れへ突っ込みながら言った。静かだが凄みの効いた声だった。ババアを出すなよ、勝手にす。さあ出るんだ娘さん、おとなしくすりゃ痛え目を見ずに済む。何もおめえをどうしようと言うんじゃねえ。小伝馬町の店から金の届くまで定時にお守りをしてやるだけだ。出てこねえのか。はい。波が垂れを上げて出ようとした、その刹那である、袖の籠を押さえていた仲間の一人がわーっと言ってのめり、もう一人が当て身でも食らったか声もなく転倒したと思うと、おのれら一人も逃さんぞと叫びながら現れたものがあった。傷の男はとっさに向き直る。その面上へ間髪を入れずさっと体剣が伸びてきた。気合の鋭さ危うくかわしたが、受けきれぬと見たか傷の男はイタチのように素早く松並木の中へ飛び込んで逃げ去った。待て、うぬ、待て、くせ者。叫びながら追おうとしたが、すぐ籠の方に気づいて振り返った。籠から転げ出てしっかりと主人を抱きしめていた袖は、戻ってきた相手を見るなり思わずあーっと声を上げた。まあ、あなた様。第二編、千鳥の曲、第一章、虹の喜び。本当に不思議なご縁でございますこと。全く奇縁です。杯に二つ三つの酒でもう目の縁がほんのり染まっていた。江ノ島道の時は拙者の方が俗に合い、今宵はあなた方がこのようなご災難、再びお目にかかるのも不思議だし、災難が似ているのも不思議です。ああ、忘れていましたが、拙者は播州浪人で佐伯助次郎と申します。まあ、ご老老でいらっしゃいますか。身寄りの者が江戸にいるので、それを訪ねて参る途中ですが、そこへ届ける金子を盗まれたので、あのような取り乱した様をご覧に入れてしまいました。ご大金でございましたか。いや、お話申すほどの高ではないが、浪人の身の上ではすぐ調達もできず、と言ってその金を持たずには、志す先を尋ねるわけにも参らぬ事情があるものだから、何とかして取り戻してやろうと先回りをしていたのです。それが思わぬところでお役に立ったのは幸せでした。佐伯助次郎と名乗る若侍は、そう言って明るく笑った。波はまだ一言も口を聞かなかった。甲信塚で救われた相手が、彼だと分かった時から大森塾のこの宿の人まで
食前を前に相対してもう半時以上も経ったが、あまりに意外な再会の喜びが体中に人燃えるようで、目を上げて相手を見ることさえできないのだ。本当にこれは江ノ島の弁天様のご加護でございましょう。さあどうぞお重ね遊ばして。いやもうダメです。助次郎は杯を伏せた。酒はたしなまぬ方で、それに腹が減っているものですから、すっかり酔ってしまいました。お恥ずかしい話だが、朝から何も口にしないのですよ。まあそれはどう遊ばして。何、ありったけ取られてしまったんです。実にさっぱりとやられました。竹を割ったような笑いであった。食事の給仕は波がした。袖とは何の屈託もなく話をした助次郎が、娘の給仕で箸を取ると急に固くなるのが目に見えた。娘の目は膝を離れなかった。男の目も眩しそうに絶えずよそを見ていた。こんなことを申し上げましては失礼かも存じませぬが、袖が固くなった空気をほぐすように、お尋ね先へすぐおいで遊ばせないのでしたら、ひとまず私どもへお立ち寄りくださいませんでしょうか。実はお波様がお弱いので、店とは別にずっと橋場の寮の方に住まっておりますし、そこには亡くなった主の建てました離れが空いておりますから、少しもよそに遠慮なくおいで願えるのでございますが。ああ、かたじけないですが、と助次郎は気まじめに。何しろ、つまりそのようなご婦人ばかりのお住まいに拙者のようなものが参っては、世間の目もどうあるか知れず、また、いいえ、決して、決してそのご心配には及びませぬ。寮へはめったに人も訪ねてまいりませぬし、またたとえ人目についたとしましても、あなた様は私どものご恩人。お世話を申すのは当たり前のことでございます。どうぞそんなお気兼ねを遊ばさず、当分のお宿というおつもりでぜひお運びくださいまし。どうぞおいで遊ばして。初めて波が訴えるような声で言いながら目を上げた。助次郎は返事に困った様子で、しかしそれ以上拒むこともできず、しばらくはただ眩しそうに箸を動かしていた。相談が決まった。明くる朝の旅立ちが波にとってどんなに楽しいものであったかは記すまでもあるまい。みちみち袖が付近の風物を助次郎に説明するのを聞きながら、彼女の表にはいくらか不安そうな、そして震えるような喜びの微笑が虹のように消えつ見えつしていた。橋場の寮へ着いたのは暮れ方であった。店の方へは知らせてないので、別に迎えのものもなく、意外に早い帰宅で驚いている二人のはしためと庭番をせき立てながら、袖はすぐに離れの支度をさせた。寮は宗泉寺の地外れにあった。千坪ほどの敷地に大河から水を引いた戦地があり、贅を凝らした母屋と池を隔てた黒竹の植え込みの中に茶室風の離れが立っている。寮を出て少し行けば、正木の私で向こう島の桜並木も木母寺の森も四股のうちにあった。明くる朝の沖出に横木戸から寮を出た助次郎は、波の指さすままに辺りを見回しながら、これは完成ですな、と目を細めながら言った。播磨にあった拙者の別屋敷が思い出されます。江戸にもこんな静かな景色があるのですね。ここまで来ればお江戸も田舎でございますわ。実に静かだ。こんなところで
一生暮らせたら。助次郎はふとつぶやくように言った。第二章、こぼれ花。秋の明るい日差しが障子にあった。波は琴を弾いている。楽器ほど人の心を反映するものはないという。もしそれが事実なら、今波の指下に共鳴する十三弦の音色の美しさは、その澄んだ生き生きと弾みのある韻律は、そのまま彼女の胸の内を漂白するものに違いない。助次郎が来てからもう七日になる。この日々、波はまるでしおれた草が雨を得たように、頬にも目にも張りのある光がたたえられ、久しい間忘れたように手も触れなかったことを、四五日この方は折さえあると座に直すのであった。波はふと手を止めた。丸窓の障子に人影が映っているのに気づいたのである。波はつと立って窓を開けた。萩の中に助次郎が佇んでいた。まあ佐伯様でございましたか。いや、ごめんなさい。男は恥じるように苦笑した。お稽古の邪魔をしてしまいましたね。懐かしい曲を聴いたものだから、つい誘われてきたのです。まあ恥ずかしゅうございます。波は頬を染めながら縁側の方へ出た。あまり手にしませんでしたので、すっかり忘れておりますの。さぞおかしかったことでございましょう。確か千鳥の曲ですね。はい、でも間違いだらけで。これを聞くといつも姉を思い出すんです。助次郎も縁先へ歩み寄ってきた。裾に萩のこぼれ花が哀れについている。お姉様がおいで遊ばしますの。母代わりのいい姉でした。拙者はわんぱく者で、いたずらの絶え間のない方でしたが、強くは叱ることもできないというふうな気の優しい姉でした。不幸な悲しいことばかりの境涯でしたが、いつもじっと我慢して、その我慢ができなくなると、一人でそっと琴を取り出し、忍び寝に弾きながら悲しさを紛らわしていたのです。それがいつも千鳥の曲でした。助次郎の目は空高い雲を見上げていた。さぞお美しい方でいらっしゃいましょうね。美しい人でした。今もあなたの弾く曲を聴きながら思っていたのですよ。姉は美しい人でしたが、あの美しさは幸せ薄い回り合わせを持っていたと。今はお幸せなのでございましょう。水戸瀬前に23で亡くなりました。助次郎はふと自分の詠嘆に気づいた風で、いやあ、とんだ話になってしまいましたな、と強いて明るく微笑した。この曲を聴くと、道を歩いていてもすぐ姉を思い出す癖がついているものですから、つい自分に負けて悲しいことを申し上げてしまったのです。どうかお聞き流しください。いいえ、悲しいものには悲しい人のお話が慰めでございます。波はそっと袖口を目に当てた。お姉様のお身の上がなんだか私のことを聞いているようで、つい身につまされてしまいました。あなたが悲しみの上ですって。このようなうちに住み、松田屋の一人娘という身分で、贅沢なことをとおぼしめすかもしれませんが、母には早く別れ、父も死にましてからの波は、婆やの袖のほかに真実いたわってくれるものもなく、弱い体で行く先の楽しみもない悲しい身の上でございます。拙者がいけなかった。助次郎は笑って言った。
あなたは姉の話に釣り込まれたのですよ。この葉の散るのを見ても泣きたくなる。橋の転げるのもおかしい。あなたはそういう年頃なんだ。そんな風に考えてはいけない。もうこの話はよしましょう。そう、おぼしめしますか。ナミは訴えるように男の目を見上げた。佐伯様にはナミが幸せに見えまして。いいえ、それは知っておりますわ。私、何もかも捨てて尼になろうと幾度そう思ったか知れません。松田屋は百万長者と言われましても、いつどうなるか知れぬ店ですわ。そして店などがどうなろうと波に関わりはございません。身一つになって世間から逃げることができたら、その方が私には幸せだと思います。助次郎の目は燃えるように娘のうなだれた襟元に注がれた。袖が静かに入ってきた。まあ、佐伯様、こちらに。お邪魔をしています。助次郎はぎょっとして身を引いた。つまらぬ話をして波殿を悲しがらせてしまいました。どうか袖殿からお詫びを言ってください。拙者はこれで。まあ、お待ち遊ばせ。袖は慌てて呼び止めた。第三編、梅雨の夜空。第一章、深夜の投げつぶて。袖が呼び止めたのは若い主人の哀れな身の上を語るためであった。話は日暮れまで続いた。松田屋の主人茂平は5年前に死んだ。店は京の松田屋の系統で、今でも京の方を本棚と呼んでいるし、一頃は本棚の次男辰之助を波の向こうに迎えるという話もあったくらい、両方の店は深い関係を持っていた。しかし茂平が死んで三周忌が済んだ頃から、少しずつ棚の様子が違ってきた。はじめはそれと気づかなかったが、支配人の喜右衛門が、上辺は実直に装いながら、実は腹の良くない男で、いつか棚の勢力を自分の手に握ってしまい、本棚とは自然と手を切るようにこさえ始めた。これは店の利益を確実にするという口実であったが、無論本心はそうでなく、自分の位置を不動のものにする第一着手だったのである。本棚との縁が切れれば、辰之助と波の縁談も自然と消滅する形になった。波にとっては見ぬ人であるが、一度は婿に迎えると聞いて乙女の胸に面影を忍んだ名である。その辰之助との話が無残に破られたとなると、見ぬ人ながら心には痛手が残った。どんなお方であったかと思い、またどのように自分のことを考えていてくれたかと思う。こんなことになってさぞ怒っておいでなさるであろう。そういう思いが世間を知らぬつぼみのような乙女の心をいつか深く蝕んでいた。そこへ思いがけぬ話が持ち上がってきた。本棚の監視を除き、辰之助との縁を切った喜右衛門は、周囲の勢いを導きながら、自分のせがれの松助を波の婿に据えようと諮り始めた。波は無論頭から拒絶した。しかしどうすることができよう。棚には真実のある者がいないわけではないが、実権を握っているのは喜右衛門とその腹心の者たちで、下手に盾をつけば棚を追われるだけである。波のために身も惜しまぬ者といえば、婆屋の袖があるばかりだ。波は喜右衛門の圧迫から逃れるために、おととしの春からこの寮へ来ている。これから自分がどうなるのか、松田屋の棚がどうなるのか、主たるべき波にとって
まるでわからない状態であった。わからぬものだ。助次郎は自分の住まいへ戻ってくると、行灯のそばにごろりと横になった。長者番付に乗っている大家でも、裏にはこんな悲劇がある。これだけのうちに住み、美衣飽食をしていながら、あの美しい人の心は傷んでいるし、あの目には涙の乾く時がないのだ。わからないものだ。窓の外で竹の葉がそうそうと鳴る。知らなかった。深くため息をつくように言った時、トンと窓の戸に物の当たる音がした。寝転んでいた助次郎はひょいと起きなぼり、そのまま庭へ降りると、母屋の気配をうかがいながら静かに裏手へ回った。裏手はくぬぎの植え込みになっている。その暗がりからぬっと人が現れた。助次郎は近寄りながら、誰だ。あっしです、銀太で。何しに来た。様子を聞いてこいと言うんでね、親指が。みんなもう待ちかねているんですから、急いだってしようがねえ。助次郎は電報に礼称した。500や1000じゃねえ、何万とまとまった仕事をしようと言うんだ。まだほんの前立てができたばかりだと、そう言ってくんな。銀兄。銀太と呼ばれた相手は、コンテ拭いの方かぶりを取って、裾をはたきながら。前立てはいいが、生前は危のうござんすぜ。貴様の声を出しやがるな。はしたら、小心塚で痛い目を見たばかりだが、兄貴はこんな粋な寮で、小町娘と差し向かいの、おつ屋に下がっているいいご身分だ。生木同士でひょんなことにでもなると、あとがこうござんすからね。キズゴンがそう言ったか。ふん。それじゃあ、おいらのことづても頼まれてくれ。いいか。助次郎は刺すような口調で。おいら、一番罪の深い役割を務めているんだ。つまらねえ疑いを受けるなら、たった今からでも身を引くってな。冗談じゃねえ、兄貴。そりゃ、てめえはただ、そういやいいんだ。金座は男だ。うぶな娘と間違いをするほど、ボケちゃいねえとな。忘れるなよ。言い捨てるとともに、さっさと立ち去った。第二章、障子に映る影。あくる日、助次郎は、身寄りの者を訪ねると言って、寮を出かけた。帰ってきたのは、夜になってからである。しかし、用が足りなかったものか、中二日置いてまた出かけた。その日は、雨もよいの空で、野面を渡る風もめっきり肌寒く、橋場あたりのひっそりとした黄昏は冬のように荒涼たるものだった。日のとぼとぼ暮れ、寮から下男の弥助が出てきた。棚の印のある提灯ぼてに、河岸沿いの道を二本包の方へスタスタと歩いていったが、草原寺の門前まで来るとひょいっと右へ曲がった。この辺りも寮造りの家が多い。そのうちの人構え、黒い板塀を取り回した家の裏木戸から、弥助は慣れた様子で、ついと中へ入った。そのまま庭を横切っていくと、母屋の縁先へ出る。広縁の障子に赤々と明かりがさして、どうやら小高森でもしているらしい人声が聞こえた。弥助でございます、ごめんを。そう呼びかけて障子を開ける。部屋の中は燭台簿左右に四人の男が膝を崩して杯のやり取りをしていた。遅かったじゃねえか、どうした。ええ、いつものことですが、抜けるには骨が折れます、ごめんを。
身をかがめながら座についた。富吉、杯をやっておくれ。いえ、もうそれは。遠慮するな。もうすぐこの消え物の世が来るんだ。こうなればお前も下男などではおかねえ。どこかへ店を出して一軒の主人にしてあげるんだ。さあ景気よく飲んで、それから様子を聞かせてもらおう。その浪人者というのは、とそばから髪の薄い中老の男が乗り出した。無論まだいるのだろうな、安家殿。ええ、おりますとも。今日もどこかへ用足しに行くと言って出ましたが、今頃はもう帰っておりましょう。それで二人の様子はどうだの？それがその、安家は杯を返して口を押しぬぐいながら、はじめにお話申した通り、お波様の方はもうすっかり打ち込んでおいでなさるのですが、浪人者は案外の片人で、なかなかこちらの思うつぼにはまらず、今日こそは今夜こそはと狙っていてもまだ折りがない始末で。しょうがねえな、番頭どん。自ら消え門と名乗った男は、痩せた色の黒い顔を右手に座っている者の方へ振り向けた。こんなことで日を過ごしていて、もしせっかくのいい種が腐ってしまいでもしたら面倒だ。なんとか早間に始末する工夫はないだろうか。ないことはございません。相手は酒で赤くなった目を上げながら、いつか私が申し上げたように、明日にでもお支配人が踏み込んでいくのですよ。胸は違っても同じ屋敷うち、片木の飽きんどの娘が見も知らぬ男を引き込んでいるからには、それだけでもみだら者の言い訳は立ちますまい。それが一番の早道ですね。髪の薄い男がうなずいていった。二人ができるまで待つことはね、それだけで十分でございましょう。そういうみだら者には松田屋の家督は譲られないという理屈はちゃんと立ちます。何しろ肝心の浪人者がいる間にことを運んでしまわぬと、またといってこんないい運が拾えるかどうかわかりませんでな。お待ち、誰だ？キエモンがそう声をかけたとき、披露宴の障子を開けて静かに助次郎が現れた。あ、お前様は、と安家が仰天して叫ぶ。動くな。助次郎は怒鳴って一歩大きく踏み出した。左手に下げた大剣の束に手がかかっている。安家は震えながら尻込みをして、浪人者です。今の話の浪、いかにも今話に出た浪人者だ。元藩主部辰野藩士で佐伯助次郎という。そう名乗ってはいるが、おい消えもん。助次郎はぐいと自分の顔を指さして、お前私の顔を見忘れたらしいな。何を言う。お前は死んだ茂平と今日の松田屋から来た男だ。その自分はまだ二つか三つだったこの辰之助、松田屋本棚の次男の顔を忘れてしまったのか。辰之助との、動くな。江戸の松田屋がゴタゴタしていると聞いてやってきた。貴様たちの悪だくみの種はすっかり上がっているぞ。四五日うちには親父の伊左衛門も来るはずだ。主家横領の企みがどんな重罪かは知っているだろう。覚悟はできているだろうな。第四編、渡る預かり。第一章、ツバメは陶器巣に帰る。なんという思いがけないことでしょう。袖は見違えるように血色のいい顔になっていた。まるで夢のようでございますね。あの腹黒い消え物をはじめ、あの男の息のかかっている番頭手代たちが一時に店から出奔するなんて、本当に訳がわかりませんですよ。佐伯様とお会いしてから
なんだかいろいろと幸せが来るようだ。今から思うと本当に江ノ島の弁天様のお引き合わせかもしれません。キエモンたちはお棚のお金を持ち出して逃げたそうですけれど、ご神体から見てこれで縁が切れれば安いくらいのものでございます。与兵がそう言ったのですね。昨日すっかり寵愛を済ませましたそうで、これまでごまかされた分とも5000両近い額だと申しました。与兵さんはあの通りの人柄ですから、いずれ本棚からお人が見えましたら、もうお棚も万々歳でございます。本棚からはいつ頃来るの？さあ、遅くも月の末にはおいでになりますでしょう。辰之助様もご一緒だとか。まあや、波はふっと色を変えた。辰之助様がいらっしゃるの？お波様、辰之助様がここへ？なぜそれを聞かせておくれてなかった？辰之助様とはあの時お話が切れているはずです。それなのにどうして今頃？まあお聞き遊ばせ、お波様。袖が膝を進めた時、ごめんと縁先に助次郎の声がした。袖は素早く波に目くばせをすると、立っていって障子を開けた。降ってきそうな夕闇の中に、外での支度をして立っていた助次郎は袖を見るとびしょぼしながら、ちょっと出てまいりたいが、降りそうなので傘をお貸し願おうと思って。はい、ただいま。袖はすぐ小走りに入った。お波殿。助次郎は縁先へ寄りながら、お棚の方が収まったそうですね。はい、おかげさまで。これであなたも落ち着かれますね。あなたはお美しいが、拙者の姉のように不幸せではない。これからきっとお幸せになれますよ。波は突き上げるように障子の際まですり寄った。しかしそれより早く傘を持って袖が戻ってきた。お待ちどうでございました。どうぞ。かたじけない。でもこれからどちらへ？何、身寄りの者が今宵来いというものですから、ことによると拙者も仕官することになるかもしれません。まあそれは結構でございますこと。これであなた様がご出世遊ばせば、一時に喜びが重なると申すものでございますわ。その時は祝っていただきましょうかな。と明るく笑って、では行ってまいる。お波殿、ごめん。波は答えられなかった。虫が知らせるというのであろう。思わず立ち上がって縁先へ出ると、夕闇の中へ座れるように去ってゆく助次郎の姿を、瞳の底に刻みつけようとするかのごとく身を震わせて見送るのだった。助次郎は寮を出ると、そのまま正樹の私の方へと歩いていった。暮れた空から雨が降ってきた。とうとう来やがったか。助次郎が傘を開くのと一緒に、気が利かと向こうから声をかけたものがある。銀太のお迎えか。みんな待ちかねてやすぜ。降ってきやがったら約束の場所じゃ濡れるんで、遅かったら上半へでも減ろうかって言ったところでさ。揃ってるんだな、みんな。支度もできてやすぜ。そいつはいい手回しだ。助次郎はにっと笑うや、サビのあるいい声で歌い出した。ツバメは陶器巣に帰る。梅雨しも降りし秋のように来る狩金の踏み使い、涙でかきしそろかしく。しぐれそぼろとかかる傘の縁から小唄の哀嬌は
むせぶよぼに野面を渡った。銀太、よく覚えておけよ。第二章、琴の音、ほろほろと。助次郎が静かに言った。若様金座のお箱だ。ツバメは陶器。いい文句だな。こいつだけはおいらの他に歌えるやつはね。忘れるなよ。いい機嫌だな。左手の草むらからそう声をかけながら三人の男が出てきた。先頭にいるは高方に刀傷のある男。その他の者もみんな六号近くの行進塚で波修柔の籠を襲ったあぶれ者たちである。雨に降られて待ちかねていたんだ。自慢の歌より仕事の手順を聞こうぜ。なーに、せくことはね。助次郎は傘の内で冷ややかに笑っていった。傷のゴンベイは知恵者で、松田屋の土蔵にうなっている金を根こそぎさらおうと若様金座を使ってひとしべうまく書いた筋書きだが、どうやら大詰めがとちりそうだぜ。金座、てめえまさか今になって。お手の筋だ。助次郎はもう一度霊笑した。ここまで運んだしべだが、おいらは嫌になった。この仕事はやめだ。ちくしょう、やっぱりそうか。生地踏める面を持っているおかげで、あの小娘にうつつを抜かしやがったな、金座。傷ゴムは一歩下がった。てめえ、覚悟はいいだろうな。今の小歌が念仏があるよ。おい、ゴム、それから銀太に竹、吉公も鉄もみんな逃げやしめえな。じゃあ、始めるぜ。助次郎は傘をすぼめて放り出した。しとしとと降る時雨の中にギラギラッとタントボが鈍く光り出した。つれづれのまま千代紙を切り抜いて張った安頓に火がおぼろだ。波は丸窓によって庭を見ている。あの世出たままついに戻ってこない人。明るい笑い声が今も目に耳に残って消えない。今日の本棚からは支配人と二人の手代に付き添われて、かつての約束の人辰之助が来ている。添えるお方ではなかった。波はそう思う。佐伯様は立派なお武家、私は商人の娘だもの。夢を見ていた私がいけなかったのよ。そう、これでいいのだわ。佐伯様はきっとお幸せになっていらっしゃる。そうして波が幸せであるように望んでいてくださるのだわ。虫の音はもうない。庭面が自然と明るくなったので、ふと見上げると月が出ていた。評判評判。遠くから瓦版を売る声が近づいてきた。今成平、梶原源太、若様の金座と異名を取った無頼の美男がつい誤って組み込んだ浮世の裏道、悪事はしても非道はせずと関東も一円も早手のごとく荒らし回った始末から、ついに仲間傷音をはじめ四人の者も手にかけてお縄となる結末まで、おなじみ白老祭利権が病室をもって書き表しましたる一冊、当の金座は明朝も五時鈴ヶ森において御職営となりまする。悪人ながら義に強き若様金座の一代記。さあさあ、早いが勝ちじゃ。お早いが勝ちじゃ。まあ、嫌だこと、またお仕置きがあるのね。波は眉を潜めながら振り返った。袖は縫い物の手を休めた。
近く挙げられる辰之助と奈美の婚礼に、奈美の着る火の長襦袢である。これだけは人手にかけたくないと、この夜ごろ袖は老いの目に眼鏡をかけながら針を運んでいるのだった。ねえばあや、ねえ。はい。ことを出しておくれな。今の読み売りを聞いてなんだか気が沈んでしまったの。今夜は久しぶりにことを弾いて忘れたいわ。何を忘れたいとおっしゃいます？今の読み売りでございますか？読み売りも何もかもよ。そしてただ一つのことを、残り少なくなりつつある乙女の日のために一人そっと胸に書き抱いてみたいのだ。袖が琴を取り下ろした。暗灯を消しておくれ。まあそれではこれが縫えませぬ。いいの、今夜はお前も婚礼のことなど忘れておくれ。もう今夜きりで二度と弾かない曲を聴かせてあげる。袖は暗灯を消した。開け放した広縁から畳の上まで月光が差し込んでいる。奈美は琴爪を指にはめながら胸の中でそっと言った。佐伯様、あなたはいつか道を歩いていてもこの曲を聴くと立ち止まるとおっしゃいましたのね。今どこにおいでかわかりませぬけれど、奈美はあなたのために弾きますの。お聴きくださいましね。あなたのための曲ですわ。あなたの他には誰のためにも弾かない曲ですのよ。祈るようにつぶやいて静かに指を十三弦の上へ下ろした。千鳥の曲が水のような月光の庭へほろほろと流れ始めた。山本周五郎作、千代紙行灯、全文読み切り、初出短海、昭和14年12月号より、長州人矢場、第一章、慶応元年1865年5月、徳川家茂は自ら帰化の兵を率いて長州再生の軍を発し、まず総督紀伊大納言をして芸州に加営を進め、毛利家の出城沢野城を攻略せしめた。上州林馬の神は前線したが、幕軍は怒涛のごとく殺到。6月初旬ついに沢野城下に迫った。完全に包囲陣を敷いた。城兵は食料物資に困窮しつつも、包囲軍に対して城下の周囲に厳重な柵を結い、堀を巡らして山口城よりの援軍来たるまでは幕軍も一歩も入れじと防備怠らなかった。かくて大震月夜、7月初めのある朝のことである。まだ明けきらぬ序墓町は乳色の濃い霧に閉ざされて、木立も柳もひっそりと霞んでいる。この時刻に山伏町のとある古びた屋敷の庭では、さっきからしきりにすさまじい気合の声が聞こえていた。込めた霧の中で元気いっぱいに叫びながら、一人の娘が海外しく裾をからげ、たすき汗止め干して大なぎなたを振るっているのだ。凛とした美しい方は生き生きと燃え、上背のある獅子置きの豊かに締まった体には若い乳尾が脈々と踊っている。沢の城下の豪子として聞こえた名家、矢崎家の長女で小弓という今年二十歳の娘盛りであるが、父も母も死んだ後、
11歳になる弟の喜一郎を手一つに盛り育てているけなげさ。しかも毎日未明に起き入れて、女ながらも怠らず武道を励み、さすがは矢崎家の娘だと評判を取った叙情婦であった。いやー、今朝もこうして熱心に稽古を続けていた時である。庭の裏木戸が音もなく開いて、小具足の上から陣羽織を着た若い武士が一人、ずっと内庭へ入ってきた。そうして切りぼすかしながらしばらくの間、じっとその稽古ぶりを見守っていたが、やがて何事か一人うなずきながら腰の体剣を抜く。足音を忍んで小弓の背後へ回るといきなり、へい！烈白の気合をかけた。はっ、刹那、娘はツバメのよぼに左へ身を翻しざま向きなぼって大なぎなたを下段に構えた。お見事、お見事でござる。若武者は体剣を収めてびしょぼしながら霧の中を近づいてきた。まあ、新次郎様、せっかくお稽古のところ驚かせ申してすみませんでした。しかしこれで拙者も安心してお別れができます。別れ？小弓の美しい眉がさっと曇った。実は昨夜、大番頭から命令が出て、拙者もいよいよ陣中へ詰めることになったのです。役目は、北の木戸五番組の組頭。今日から任役に決まったのでござる。まあ、それは急な。一目会ってお別れ申し上げようと、来てみると薙刀のお稽古。失礼ながら心得のほどを拝見いたしたくなり、思わず無礼をつかまつったが、思いのほかのお腕前にて心強く出陣ができます。いえ、ほんの真似事、お恥ずかしゅう存じます。では、お急ぎでもございましょうが、ちょっとお寄り遊ばして、そちゃなと召し上がってくださりませんか。それではお縁先まで。小弓は支度をなぼして家へ入った。若武者の名は立川新次郎。大番組で250石を取る。小弓とは早くから親同士が許した言い名付けの間柄で、去年婚礼を挙げるところだったが、卒女として起こった幕府第一回の長州征戦に返し、そのまま伸びて今日に及んだのであった。第二章、披露宴に腰を下ろして。待つほどもなく、小弓が茶道具を運んでくる。それと一緒に弟の喜一郎も出てきた。目のクリクリとした、いかにもいたずらそうな少年である。立川のお兄様、おはようございます。よう、喜一郎か。新次郎はにっこりしながら、貴様、姉上が早くから薙刀のお稽古をしているのに、いつまで寝坊をしていてはダメだぞ。だって僕はいつもお姉様の済んだ後でするんだぜ。僕の剣術はとても筋がいいんだってさ。なんです、その言葉は。小弓が強く叱った。城下の者の口真似をしてはなりませんと言ってあるでしょう。それ見ろ、姉上に叱られるではないか。それに僕などということをどこで覚えた。みんなが言ってますよ。五本城の騎兵隊ではみんな僕僕って言うんだって。僕も大きくなったら騎兵隊に入って暴れてやるんだ。高杉晋作なんか家来にしてやる。新次郎も小弓も思わず微笑した。これが一生の別れになるかもしれぬ慌ただしい米別に、何のもてなしもないそちゃ。小弓が心を込めて入れる一服を静かに喫して、さて喜一郎と新次郎は向きなぼった。拙者は今日から出陣と決まり、北の木戸詰めとなった。お前も知っている通り、沢の城下は幕軍の包囲陣に孤立して、いつ決戦となるか知れぬありさまだ。
今度放火が上がればとても生きて帰ることはおぼつかない。そこで改めて申し聞かせるが、その方は矢崎家を継ぐべき新将、今後ともよく姉上の言葉を守って立派な人物にならなければいかんぞ。はい、よくわかりました。小弓殿、御旗をお持ちください。新次郎が振り返って言う。小弓はうなずいて立ったが、間もなく一流の古びた旗を取り出してきた。白龍の雲を巻いて天井をする姿が描いてある。新次郎はそれを片手に捧げて、喜次郎、この旗を存じているか。知ってます。少年はさすがにきっと襟を正した。矢崎家のご先祖様が戦場の功によって毛利大膳の大夫様から頂戴した品です。そうだ、毛利家に白龍の旗ありと、関東にまで聞こえた名誉ある御旗だ。その方はこの白龍を受け継ぐべき重い責任のある体だぞ。それを忘れずにきっと立派な武士になれ。よいか。はい、必ず偉い武士になります。それを聞けばもはや思い残すことはない。新次郎は旗を小弓に返すと、それではお別れ申すと腰を上げた。もうお立ち遊ばしますか。小弓はかすかに残り惜しげな目を上げた。どうぞご分めでたく。小弓殿にもご堅固で。新次郎は舌と娘の目を見た。小弓も無量の思いを込めて男を見上げた。叙情部と言われても娘である。ふっとまつげに露があふれる。さらばと言って新次郎は強く背くと、そのまま足早に霧の中を立ち去っていった。小弓はしばしその後ろ姿を見送っていたが、やがて心を取り直すと、喜一郎、今立川様の仰せられたこと決して忘れてはなりませんぞ。お姉様大丈夫です。私は女の身、少年ながらそなたは矢崎家の主人です。もし立川様がご戦士遊ばすようなこともあらば、私は生涯誘発の尼となってそなたを盛り立てる覚悟。そのつもりでそなたも父上の子として恥ずかしくない武士になっておくれ。お分かりですね。大丈夫ですとも。喜一郎は肩を突き上げた。お姉様だって心配しなくてもいいですよ。立川のお兄様が討ち死にしたら、僕がきっとお姉様を慰めてあげますよ。まあ出陣の朝に討ち死になどというものではありません。さあと小弓は立ち上がった。御旗をしまってきますから、そなたは激減の支度をなさい。勝手です。またそんなことを。小弓は睨んで、そんな野卑なことを言ってはなりません。どこでそんな言葉を覚えてくるのですか。喜一郎は困って頭をかきながら、もう大丈夫ですよ、もう言いません。あいつが先行が悪いんだ。半分は口の中でつぶやきながら、そこそこに庭へ飛び降りていった。第三章。そら行くぞ大玉、フランス渡りのカノン砲20斤の強薬だ。来いやろう。何を、こっちは石部屋だい。くそくらえ、石部屋なんか巣穴大ぶっ飛ばして小舞台の餌食にくれてやら。城下町のとある裏地で10人ばかりの少年たちがエンジンを作ってやかましくわめき立てていた。半年ほど前から流行り始めた鉄輪駒の遊びが戦時の荒い気風にそそられて、
賭け勝負を争うようになったのである。ざまみろ。勝負が決まった。またカノン砲の勝ちだ。儲けた純王はオイラのものだぜ。電報に笑ったのはアクタレ仲間の大処母でセンタという少年だった。この群れの中で喜一郎がさっきから羨ましそうに勝負を見ていた。姉が旗彫りをしてわずかに生計を立てている暮らしではとても鉄輪駒を買ってもらうことはできなかったし、まして賭け銭などあるはずがない。僕もやってみたいな。遊びたい盛りの年である。勢いよく回る駒、叩きつけられて飛ぶ鉄輪、チャラチャラと鳴るアホ銭の音にも幼い胸はワクワクと踊った。やがて勝負が終わって皆チリジリになった時である。例のセンタが喜一郎を認めて、おや、矢崎の坊ちゃんと声をかけた。おめえ今日も見に来ていたのかい。どうして遊ばなかったんだい。だって駒がないし。喜一郎は気恥ずかしげに、それに僕賭けの銭だって持ってないもの。そう言って歩き出した。センタは佐田浜の漁師の孤児で今年十四になる。預けられた叔父の家にも居つかず、城下町の悪童たちと勝手放題に暴れ回るいたずら小僧だったが、不思議にいつも小銭を持っていて気前よく仲間のものを潤すので少年たちには大きな人気と勢力を持っていた。センタは喜一郎の言葉に司祭らしくうなずいて、何しろ幕軍に包囲されているという始末だからな。どこの子供だって小遣いなんかもらえねえわけさ。だけど駒ぐれねえって方はねえと、もったいぶって言ったが、やがて歩みを止めて振り返った。坊ちゃん、おめえに駒や賭け銭を儲けさせてやろうか。本当にかい。本当だと思う。今まで誰にも内緒にしていたんだが、坊ちゃんだけに教えてやるんだ。それはな、柵の外へ芋掘りに行くんだ。センタはぐいっと声を潜めた。食料物資に急防している沢の城下は二十歳の底まで掘り返されている状態だったが、遺作の外にはまだ荒らされていない畑がある。センタはそこへ行って芋を掘ってくるというのだ。センタはことごとしく辺りを見回しながら、ほうだ、今夜おいらと一緒に二の木戸から出ねえか。おめえにも分け前をやるぜ。そうすれば駒も買えるし賭け銭もできら。でも喜一郎はこくりと唾を飲んだ。でも柵から出れば敵に撃たれやしない。だから夜になって行くのさ。もう何度も試しているけど一度だって狙われたことはねえ。それともおめえ幕兵が怖えのか。嘘だ、幕軍なんか怖かないや。喜一郎は恥ずかしめられたように肩を上げた。センタはずるく笑って、そうだろう、坊ちゃんは武士の子だ、怖くねえにちげねえや。だから一緒に行こうぜ。今夜5つ過ぎに松明のところで待っていら。来いよな。うん、行く、行くよ。11歳の少年に厚輪の素晴らしい駒や豊かな賭け銭はのっぴきならぬ誘惑だった。喜一郎のうなずくのを見てセンタは、だけどこれは内緒だぜ。誰にも言っちゃいけねえぜ。他のやつに儲けられちゃつまらねえからな。いいか。うん、大丈夫だよ。それから軌道を抜けるとき、おいら万死の人に坊ちゃんも弟だと言うから、そのつもりでうまく頼むぜ。こいつは大事だからな。いいよ、うまくやる。喜一郎は粘る舌でようやく答えた。第4章。その夜のことである。東の柵にある二の軌道は52人組の詰め場であったが、
今夜はどうしたことか人数が目立って多く、隠しかがり火に映る物の具揃えもひどく殺気立って見えた。五つを少し回った頃であった。木戸を守っていた万氏が闇を塗ってくる二人の少年を見つけて、ほらどこへ行くかと怒鳴った。立ち止まった少年の一人は仙太、一人は姉の寝た間に家を抜けてきた喜一郎である。新井の畑へ芋掘りに行くんです。仙太が左の腕へかけた手籠を見せた。二三日前にも通してもらいました。芋掘りだ。そうなんです。父さんは去年の合戦に足軽組へ加わって牛死にしちゃったし、母さんは病気で寝たっきりだから食べるものもなくなって困っているんです。それで弟と一緒に芋を掘ってきて、ようやく飢えをしのいで。センタは腕でぐいっと目を横なでにした。万氏も思わず誘われて、そうか、この戦争じゃ城下のものばかりでなく我々も兵糧が乏しくなって困っているんだ。お前たちもさぞつらかろうな。よしよし、通してやるから芋を掘ってこい。だが敵軍に見つからぬようにしろよ。大丈夫です、もう何度も出たことがあるんですから。勇んで出ようとするのを、ああちょっと待てと万氏が呼び止めた。それから今夜根の刻になると、忠須の森の敵陣へ総攻めをかける。そのために味方の主力がここへ集まっているから、総攻めのかからぬうちに帰ってこいよ。根の刻に忠須の森へ総攻め。センタはそう言って隠しかがり火の彼方へちらと恐ろしそうな一別をくれたが、わかりました、お急ぎで掘ってきます。気をつけて行け。万氏の言葉を後に二人は柵から出た。父は去年の戦争に討ち死に、母は病床にあるなどと、あんな嘘を言っていいのかしら。喜一郎はなんとなく気をとがめられたが、黙ってセンタについて歩いた。柵を出て班長も来ると、あたりは砲弾にえぐられた穴や土崩れの多い荒れ地になった。センタは時々身をかがめて土くれや雑草をつかみ取っては手籠の中へ入れながら進む。だんだんと寄せての陣へ近くなってきた。どこまで行くの？余ってるんだ。センタは強く制した。おいらの言う通りになってればいい。さあ駆けよう。頭を下げて駆けるんだぜ。そう言うとセンタは身をかがめながらタッタッと走り出した。喜一郎も見失っては大変だから続いて走ったが、四五丁ばかり行くと灌木の茂みの陰へ飛び込んで、しゃがめしゃがめ、頭を出すと撃たれると言って喜一郎を引き据えた。二人とも息を弾ませながら灌木の陰にじっと身を潜めている。やがてセンタは海中から火打ち石を取り出して東の方へ向けてカチカチと二三度撃った。不思議なことをすると喜一郎が見ていると、山頂ほど先の闇へちらちらと赤い火が二三度明滅した。センタはにやりと笑って、調子ぶときやがった。と立ち上がった。坊ちゃん、おいらはじきに戻ってくるから、ここを動かずに待っていねえよ。どうするの？芋を掘るんじゃないの？余ってろよ。今素晴らしい芋を掘ってきてやるんだ。どこへも行かずに待っているんだぜ。そう言い残してセンタは赤い火の見えた方へ小走りに走っていった。早く来てね。喜一郎はそう言いながら灌木の陰にじっと佇んでいたが、センタの足音が聞こえなくなるとにわかに闇が濃くなったように思われ、恐ろしい不安が体をひしひしと締め付ける。センタは何をしに行ったんだろう。何のために火打ち石を打ったのか。後から後からと湧き上がってくる疑惑と不安に迫られ、
じっとしていられなくなった喜一郎は、たまらなくなって仙太の去った方へと忍び足で出かけていった。二丁余りも来た時である。闇の中に話し声が聞こえるので、はっと足を止め、地面へ身を伏せて前方を透かし見にすると、実験ばかり先に仙太が、一人の鎧武者と何か話していた。その二人の立っている二三実験先には、玉よけの安土が築いてあり、かがりの横に動き回る軍票の姿もかすかに見える。幕軍の陣営だ。喜一郎は身震いしながらつぶやいた。第五章。驚くべきことはそれだけではなかった。喜一郎が聞いているとも知らず、仙太は敵方の鎧武者に向かって、探り出してきた城中の模様を古才に内通しているのだ。一語一語が喜一郎の耳へ針のように鋭く聞こえてくる。それから、と仙太は語を継いで、今夜根の刻に、忠須の森の陣地へ総攻めをかけると言って、今東の柵へ主力が集まっていますよ。忠須の森へ総攻め？鎧武者は驚いた様子で、そうか、それはいい知らせを持ってきた。よし、白方が主力を東の柵へ集結したとあれば、北の法輪寺口はがら空きに相違ない。ではこっちから根の刻直前に手薄の法輪寺口へ不意打ちをかけてやろう。それではこれで別れる。さあ、褒美の金だ。ありがとうございます。また何かあったら知らせてくれ。そこまで聞くと、喜一郎は這うようにして元の場所へ戻ってきた。大変だ。大変なことになった。少年ながら事態の重大さは分かった。不思議にいつも小銭を持っていた仙太の芋掘りに出るとは偽り、実は幕運の長者を務めていたのであった。おい、どこだ？仙太はすぐに走ってきた。いや、いたな。早かったろ。もう用は済んだから帰ろう。さあ、今夜の分け前だ。僕はいらない。さあ、と言って差し出す一つ紙の銭を、喜一郎はぐいと押し返した。仙太は呆れて、どうしたんだよ、坊ちゃん。僕は聞いたよ。お前は、幕軍の長者をしているんじゃないか。僕は、帰ったら、万死の人に話してやる。なんだと？仙太はぎらりと目を光らせた。そうか。聞いちゃったのか。そんなら仕方ねえ。ふてぶてしく嘲笑ったが。だがの、おめえ万死に話すなら覚悟しなくちゃならねえぜ。今夜のことはおめえも同志だ。木戸の万死を騙して、おいらと一緒に抜け出てた。罪は一つだ。承知だろうな。だって僕は知らずに、そんな言い訳が通ると思ってるのか。どうせおいらはヤクザのみなしごだから、お仕置きになったって誰一人泣くものはありゃしねえ。だがおめえは落ちぶれても矢崎様のご子息だぜ。その喜一郎様が長者の罪で貼り付け柱へかけられたらさぞ評判になるだろう。第一、おめえの姉さんの顔が見てえや。少年の口から出るとは思えぬ鋭い威嚇だった。武士として最も忌むべき長者のおめえ、貼り付け柱、姉の悲嘆。恐ろしい幻想が次々と襲いかかって、喜一郎は身動きのならぬ絶望の淵へ叩き込まれるのを感じた。仙太は威嚇の成功を確かめて、なあ、坊ちゃん。と急に声を和らげた。そんなつまらねえ考えはよしね。黙っていれば誰にも知られずに済むんだ。なあ、これだけあれば上等の駒も買えるし、二日三日の賭け銭には困らねえぜ。どうして僕を連れてきたの？喜一郎はそれが恨めしいというように泣き声で聞いた。そりゃおめえ、おいらしとるじゃ万死が疑いをかけるからよ。弟連れとなれば
まるで信用が違うな。さあ、取っておきね。センタは放心したような喜一郎の手へ、いくばくかの銭を握らせると、土くれや雑草をつかみ込んであった手かごを腕に柵の方へと歩き出した。喜一郎はもはや汚らわしいと思いながらも、その銭を拒む元気もなく、センタについてとぼとぼと柵の内へ戻ってくると、鉄砲組屋敷の角のところで、センタと別れて、そっと自分の家へ帰った。もし、姉上が起きていたら、怯えながら裏口から忍び込む。足音を忍ばせて、闇の中を寝前入ってみると、明かりは消えたままで、かすかに姉の寝息が聞こえている。喜一郎はほっとして、そこへ、震えながら座ってしまった。これからどうしたらいいだろう。幼い頭の中は暴風雨のように混乱していた。自分は知らなかったとはいえ、明らかに味方を打ったのだ。人間として最も卑しむべき、最も卑劣なることをしてしまったのだ。あの親切な番士も、立川の兄さんも、城下の人たちも、今夜、敵軍のかける法輪寺口の不意打ちにどんな残虐な蹂躙を受けるかもしれない。ああ、困ったな。少年の小さな胸には包みきれぬ不安と恐怖と悔恨に思わずうめき声を上げたとき、誰？不意に姉が呼んだ。喜一郎かい？ぎょっとして喜一郎は跳ね上がり、自分の寝床へ潜り込もうとした。と気が上ずっていたから、物につまずいて胴と飲める。同時に手に握っていた銭がザラザラと飛び散った。小弓は怪しい物音に素早く起き登って安頓に火を入れる。喜一郎が狼狽して銭をかき集めようと畳の上へ張った時、ぽっと安頓が灯った。どうしたのです喜一郎？何でもありません。ガタガタ震えながら見返る顔は、まるで紙のように血の気がない。おかしい。と見守る小弓の目は、キラキラ光る小粒銀の金が、おびただしく散乱しているのを見つけた。まあ、お金。小弓は愕然と色を失った。どうしたのです、喜一郎。そのお金は。お姉様、許して。引き裂けるようにやっと泣きながら少年は姉の前へ身を投げ出した。第六章。僕知らなかったんです。喜一郎は泣きながらすべてを告白した。本当に何も知らなかったのです。お姉様、どうか堪忍してください。もう駒も何にも欲しくありません。これからおとなしくして立派な人になります。今度だけどうか堪忍してください。お姉様、お前は何ということを。小弓は胸もつぶれんばかりに聞いていたが、罪こそ憎けれ、いたずら盛りの子供がおもちゃ欲しさに誤ってしたことを今さら何と言って叱るすべがあろう。それより先になすべきことはあるのだ。小弓はけなげにも心を決め、次の間へ行って手早く二通の書面をしたためたが、すぐに戻ってきて一通を喜一郎に渡し、お前はこの手紙を持って今から埴輪村の麻耶の家へおいで。堪忍してください。お姉様、喜一郎。小弓は弟の肩へ手を置いた。お前、本当に悪かったと思いますか？僕、切腹しましょう。お待ち。今になって切腹しても、長者の汚名は消えません。それより、その覚悟を忘れずに、再びこんな過ちをせず、麻耶の里へ行ったら、よく勉強して、今夜の罪を償うだけの立派な武士になるのです。では、堪忍してくださるんですね。私は堪忍してあげます。でも
ご先祖様はお前が立派な人物になるまでは決して堪忍なさいません。わかりますか？はい。ではそのお手紙を持ってすぐ埴輪村へいらっしゃい。お姉様は？私は後から行きます。これが今生のお別れになる。そう思うと小弓の胸は張り裂けるように苦しかった。しかし大事な時は迫っている。早くおいで。道は分かっていますね。分かってます。お姉様はいつ来るの？ケチロ。小弓は思わず弟を抱き寄せたが、後ですぐ行きます。あ、ちょうちんを。涙を隠してちょうちんを取り出し、明かりを入れて持たすと、思い切りよく弟を送り出した。見送るいとまも惜しく、小弓は仏間に入って両親の位牌の前にぴたりと手をついた。お許しくださいませ父上様。女手の貧しさから駒も買ってやれず、そのためにこんな過ちができました。みんな小弓の至らぬ罪でござります。矢崎の家から長者を出しました知塾は、これから私が立派に注ぎますゆえ、どうぞ読みよりご覧遊ばしてくださりませ。生ける人に言うごとく、声涙ともに落ちることしばし。やがて小弓は立ち上がると、手早く家内を取り片付けて、何度から父が居合の鎧びつを取り出す。赤のつかぬ肌着に変え、ヒーローの下着の上へ鎧下を着込むと、慣れぬ手ながらしっかりと鎧をつけ、厳重に身ごしらえをした。女でこそあれ、日頃から武芸に鍛えた上背ある体、黒髪を束ねて垂れ、腹帯をきりりと締めて、大なぎなたを右手に、家宝白龍の旗を左手に、絞ってすっくと立ち上がった姿は、絵のような武者ぶり。仏前にもう一度ぬかづいて、仏壇の扉を閉ざすと、兜をつけて安頓の火を消し、そのまま小弓は家を出た。時まさに四つである。足を早めて東の柵へ来る。木戸を守る万死に近寄って男声に作り、一大事でござりますと大きく呼びかけた。根の国忠須の森へ総攻めをかけること、資材あって敵方に漏れ聞かれました。何、何と言われる。寄せては白方の本勢東の柵に集うと知り、忠須の森を払って主力を集め、法輪寺口へ夜襲をかける手はずとのこと。一刻も早くお手配くださるよう、おかかりへお申し伝えください。それはまことか。こういううちにも遅れては大事。どうぞ早くおかかりへ。あ、しばらく。行こうとする万死を呼び止め、ご迷惑ながらこの書面、北の木戸五番頭立川新次郎様にお渡しください。お手前は？お渡しくだされば分かりまする。手紙を受けた万死が宙を飛ぶように走り去るのを、とくと見すました小弓は、素早く木戸を抜け出て闇の中へ。忠須の森を目指してただ一人、完全と大股に進んでいった。一方、万死のもたらした急報は上軍を震撼させた。中にも北の木戸にあった新次郎は、小弓の手紙を開くなり仰天、と思わずうめき声を上げたのである。美しい走り書きの文字は、弟喜一郎の犯した始末を詳しくしたためて、一刻も早く敵の奇襲に備えることを乞い、筆を改めて、少年のむしろとは申しながら、長者の罪を犯した喜一郎、その姉とあれば罪は同じことに候。かかる汚れた身をもって御元様の許嫁たること思いもよらず、すなわち今宵限りお約束を辞退申し上げ候。女の身の細腕ながら、これより敵陣へ切り込み、辞職の万分の一をすすいだ上、亡き父母のもとへ参る所存。
何卒お元様にはご不運上級にて、未練ながらお目もじいたさぬが何よりの心残り。と読みも終わらず、馬を引けと叫んで進次郎は立ち上がる。小弓、待ってくれと心の中に言いながら、万死の引いてきた馬に飛び乗りざま、進次郎は東の柵へまっしぐらに駆け去った。第七章。小弓の警報は功を奏した。城兵の主力は東の柵に集結した者とのみ信じた寄せ手が、主軍を移動せしめ、法輪寺口へ急襲をかけようとする。その出鼻へ突如として城兵の先鋭隊が不意打ちをかけた。寄せ手の狼狽は言うまでもない。一時余りにして中央を突破され、本軍を両断されて大混乱に陥り、この世の大将を佐々木信濃の神は身をもって大高山へ逃げ延びた。しかし野山口も固めていた優勝を橋本田島の神は手勢を叱咤しつつ完全と攻撃し、深入りした城兵を孤立せしめて一気に勝ちを制そうと無に無惨に突進。馬上に剣を振るって、関東武士の死に場所ぞ、一歩も退くな、死ねや死ねやとわめきわめき奮戦した。闇をつんざいてひらめく刃、槍、切りつ切られつ、怒涛のごとき雄たけび、銃声、十かがり火にもうもうと闇を塗る土ぼこりの中で、いずれも決死の武者ここぼせんどと切り結んだ。しかしまず虚を突かれて陣構えの崩れた寄せ手の精は、白い腕章をつけ色身体全く整然とした城兵の猛撃を耐えうるはずがなく、当天ようやく白み染める頃には、橋本田島の手勢も散々に切り崩されて、ついに忠須の森まで引けという命令を発するに至った。立川信次郎は五番組の組頭として馬上に大槍を振るいつつ奮戦したが、心の内は小弓の身を気遣う思いでいっぱいだった。そこで切られはせぬか、あそこで撃たればせぬかと縦横に戦場を築しつつ探し求めたが、ついに見つけ出すことができなかった。ところが明けかかる光の中を、橋本田島の手勢が忠須の森へ退き始めた時である。戦闘がまさに森口へかかった刹那、さっと灌木の茂みの中から一流の旗が現れた。はっと驚いてみると、音に聞こえた長州毛利家の白龍である。退却してきた田島勢は、やや、忠須の森もすでに城兵が占領しているぞ、戻れと崩れ立つ。面前へ玄山と叫んで、森の中から鎧武者が一人大なぎなたを買い込んで立ち現れた。沢野の住人、矢崎喜一郎、滑然と名乗って迫る。だが白龍の旗を望んで森の中に伏兵ありと見た田島勢は、浮き足立って雪崩の予防に、慶州口へ逃げろ、慶州へ慶州へと先を争って敗走をした。忠須の森へ退くと見えた敵兵がにわかに混乱して慶州口へと遁走し始めたから、不審に思って馬上に伸び上がった信次郎、未明の森に朝風を受けて白龍一騎変本と翻るのを見る。ほう、白龍の旗、狂気して蔵を打つ。小弓がいた、わめくとそのまま馬服を蹴ってダーッと銃を飛ぶごとく舞一文字に駆けていった。小弓は
逃げゆく敵兵のしんがりの群れ、まさに必死の切り死にもかけようと呼びかけ呼びかけ追い打ちに出る。一気と見てしんがりの兵の五六名が立ち戻って、ハオム社の痩せ腕振って取れと取りまいた。小弓はなぎなたを取り直し、いざ参れとばかり切り込んだ。敗軍とはいえ敵も名だたる関東武者、左右前後からひしひしと取り詰めて一挙に打って取ろうとする。小弓はなぎなたの秘術も尽くしてまず一人の高ももを切り離す。しゃれたことをと右の武者の突き出す槍引っ張ずして真っ向をさっと払う。刹那鋭く返して脇壺の具足外れもしたたかになぎ放した。ひゃあ悲鳴を上げて二人目が倒れる。ところへ引き返してきたしんがり兵の一人が、ひけひけと叫んで銃をピタリとつけた。手間取っては面倒、拙者が一発で仕留める。引きよ。小弓が鏡干して飛びのいた。敵兵は銃を狙い定めて引き金に指をかけようとする。途端に風も切って飛び来たった大槍一筋、まさに引き金を落とそうとした敵兵の高胸小具足外れぐさっとばかり突き刺さった。ギャーッダーン、弾丸は空へ飛んで血煙を上げながら倒れる重兵。意外な出来事に思わず振り返ると馬を煽ってきた新次郎、馬上の投げ槍に危機を救った勢いに乗じて大剣を抜き放ちながら、ほのれ一人も逃さんぞと殺到した。思わぬ女性に敵兵はとっと逃げ足を誘われたが、それと見てしんがりの地部隊が15、6人バラバラッと引き返してくる。その前面へ小弓が完全と突進した。ここで死のうという決死の様子。危ない、待たれ。新次郎は馬を近寄せて、この上の死に急ぎは乱心でござるぞ、引かれと怒鳴りざま金剛力に小弓の体を引き寄せる。もがくのを押さえつけて蔵の前壺へかき乗せると素早く馬首を巡らした。ただーん遠こだましてとどろく銃声、ピッピューンと左右をかすめる弾丸。新次郎は馬腹を蹴ってダーッと駆け出した。再び三度銃声は二人も追ったが、弾丸は左右に外れて一発も当たらなかった。まっしぐらに忠須の森へ馬を乗り入れた新次郎、もはや大丈夫と見て一人朝風に翻っている白龍の旗の下へ馬を止める。まずひらりと自ら馬を降りて道場の相手をも助け下ろす。小弓殿と手を差し出した。小弓は静かに兜を取る。しっとり汗を帯びて血気輝くばかりの表を振り仰ぐと、張り切った譲りの切れるように、新次郎様、新次郎様と叫びながら男の広げた腕の中へ崩れるようにもたれかかった。新次郎は力任せに引き締めた。小弓は男の胸へ頬をすりつけながら、突き上げてくる喜びに声を震わせながらすすり泣いた。もはや何の言葉ぞ。二人は無言のままひしひしと互いに抱きしめたまま、しばらくは火のような愉悦に浸っていた。小弓殿、新次郎がやがて言った。昨夜のお手紙、あれはお返し申しますぞ。はい。喜一郎の罪は立派に償われた。見られい、沢の城外、今は幕軍の一兵もとどめぬ大勝利でござる。新次郎の指さす肩を振り返った小弓の目に、さんとして沢の城の天守の上へ差し上る
旭日の光が映った。弟の罪は償われた。矢崎家の汚名は注がれた。明るく生き生きとよみがえる小弓の耳へ、遠雷のような勝ち時の声が聞こえてくる。さぎり立ち込むる森の中に、白竜部一騎ほこらかにひらめいていた。山本周五郎作、長州人矢は、全文読み切り、初出キング、昭和11年8月号より。丹波さん、その1。丹波さんはもう62歳になるな、とある者が言う。まだ50代だ、という者もあるし、70にはなっていると主張するものもある。当人は柔和に笑って、自分でもわからない、忘れてしまったようだ、などと言って話をそらしてしまう。名前も丹波さんと呼ばれるだけで、それが姓なのかあだ名なのかわからない。住民登録がどうなっているか、ここではそういう問題に関心を持つ者はいない。ことに丹波さんはそうで、彼が何者であるかと疑う余地もないほど、ここの住人たちは丹波さんも頼りにしていた。困ったことにぶつかった時、悲しい時、苦しい時、尺に触った時、嬉しい時、そしてそれらがどうしようもない時、彼らは丹波さんを訪ねる。関東清教先生も丹波さんのところへ幾度か相談に行ったし、八曽の斎田先生でさえ、密かに知恵を借りに行ったくらいであった。丹波老人がいつからここに住んでいるか、覚えているものはなかった。親の代から住み着いているという、芋屋の宗さんもはっきりした記憶がない。8年前だったか9年前だったか、と宗さんは思い出そうとして話す。西の二軒長屋に、クマンバチの吉という乱暴者がいた。女房に子供が2人。当時は日雇い労働者だったが、元は甲府などもしたことがあるそうで、酔って暴れ出すと手がつけられなかった。彼は日本刀を1本持っていた。絵のところが晒し木綿で巻いてあり、刀身に刃こぼれがある。なんとか鉱山で大喧嘩があったとき、十幾人かを敵に回して斬り合いをやり、幾人とかを斬ったというのがクマンバチの吉の自慢話であった。その吉がここへ移ってきてから1年ばかりしてから酔っ払って暴れ出し、例の日本刀で女房や子供を叩き切ってやるとわめきながら追い回した。慣れているから女房と子供たちは逃げてしまい、吉は逆上して家の格子口の柱へ刀で切りつけた。昆畜生とか見やがれとか叫びながら力任せに切りつけるのである。どうしようもない。どんな生蔵でも抜き身の日本刀は凄みがあるから、眺めていた近所の人たちも青くなり、老人やかみさんたちの中には足がすくんでしまって逃げようにも逃げられなくなった者がいた。このまま置いてはどうなるかわからない。警官を呼びに行こうということになった。その時、丹波さんが出てきたんだよ。と宗さんは語る。長屋の皆さんが遠巻きにして、みんな今にも死んじまいそうな顔で、嵐の時の古雨戸みてえにガタガタ震えてた時、丹波さんはゆっくりした歩きぶりで野郎の方へ歩いていった。天でも平気の平座なんだな。俺も見ていたんだが、嘘のねえところこいつはやられるぞと思った。丹波さんは落ち着いて基地のそばへ行き、何か話しかけた。眺めていた人たちはぞっとし、ざっくり切られる老人の姿が見えるようで、かみさんたちは目をつむり、お互いに肩へしがみついた。だがそんなことは起こらなかった。丹波郎に話しかけられた吉は刀をだらっと下げ、
何か二言ばかり言ったと見ると、そのまま抜き目を下げて家の中へ入ってしまった。それだけであった。家の中はしんとして、別に暴れている様子もない。丹波老人は柔和な微笑を浮かべながら、みんなの方へ戻ってき、もう大丈夫ですよ、と言って立ち去った。みんな奇跡を見たように騒ぎ出した。あれは剣術の名人に違いないとか、催眠術使いだろうとか言い合い、一体何者だという疑問に突き当たった。丹波さんじゃないか。知らないのか？と二三人の者が言った。もう長いこといるようだぜ。あんないい人はめったにいやしねえ。本当に知らなかったのか？と彼らは芋屋の宗さんに問いかけた。宗さんが親の代からの定住者だということはよく知られていたからであろう。宗さんはその時初めて丹波老人という存在を認めたのであった。それにしても、あの手に負えない吉が泥酔し逆上して暴れているのをどうしてなだめたか。わずか二言ばかり話しかけただけなのに、吉はなぜ一遍で旬となったのか。宗さんは不審でたまらなかった。そこで俺は吉がシラフの時に聞いてみた。一体あの時丹波さんは何を言ったんだってな。うん。と宗さんは語った。するとおめえ吉のやつ頭をかきながら、今さらどうも面目ねえが、バカな真似をしてみんなにすまねえが、と言って訳を話した。吉の話によると、丹波さんは彼のそばへ来て、少し変わろうかね、と言ったという。吉は振り向いて、変な老いぼれだなぁ、と思い、なんだ？と問い返した。少し私が変わろうかって言ったんだよ、と丹波老人が繰り返した。そうして片手を柱の方へ振って、一人じゃ骨が折れるだろうからな、と付け加えた。ほら、げっそりしちゃった、と吉は宗さんに告白した。変わろうかなったって、おめえ俺は何も工事をしているわけじゃねえや。丹波さんは優しい顔で笑ってら。一人じゃ骨が折れるだろうったって、おめえ骨代わりをしてもらえるもんでもありゃしね。それじゃあお願いしますってわけに行くかい。俺は手に持ってる刀と血だらけになった柱を見て、急にげっそりして照れくさくなっちゃって、しょうがねえからうちへ入って、あの日は一日ふて寝しちゃったよ。宗さんがその話をするときには、自分がクマンバチの基地そのものにでもなったように熱を入れ、身振りや表情や声などに可能な限りまで実感を表そうとするのであった。丹波老は常勤師だと言っていた。若い頃はタバコ入れの前金具だとか、着せるかんざしなどに素彫りをするのが得意で、一時は相当に名も知られたが、現在ではそういう品を使う者が稀になり、高級なコンパクト、帯留め、かんざし、ペンダントなどを手がけている。注文はほとんどないので、自分で気の向いた時に作り、昔のお棚へ持って行って預ける。そうしてそれらの品が売れれば代金をもらうということであった。なに、身寄りもない一人もんだし、こう年をとっては欲もないからね、と老人は言う。まあ死ぬまでの時間つぶしのようなものさ。この長屋うちで家をきれいにしている数軒の中でも、丹波さんの家は第一の指におられるに違いない。塗装時もすらすら開けた手ができるし、雨板に泥が跳ねていることもない。泥棒は足を止めて振り返った。丹波老の低い声と柔らかな口ぶりが彼を引き止めたようで、それでもまだ逃げ腰のまま、なんだと？と凄んで見せた。今出してやるよ。たくさんはないがね。丹波老はやはりささやき声で言っ
って静かに起き上がり、戸棚を開けて財布を取り出した。古くなって擦り切れた革の財布であったが、老人はそれを持って行き、そのまま泥棒に渡した。今はこれで全部だがね、と老人は言った。もし困ったらまたおいでよ、少しなら貯めておくからね。そして今度は表からおいで、と言ったそうである。泥棒は財布を受け取り、道具箱を置いて立ち去った。この事実は誰も知らなかった。半年だか一年だか経った後、その泥棒が警察に捕まったそうで、ある時刑事に連れられて丹波楼の家へ実地検証に来た。この家でこれこれのことをしたという自白の裏付けである。とんでもない、それは何かの間違いです。丹波楼は刑事の質問に対してそう答えた。こんな貧乏長屋へ泥棒に入るものもないでしょうし、うちではそんなことは決してありませんでした。ではこの男が夜中に侵入したとか金品を盗んだとかいう事実はないのですな。ええ、その通りです。老人は刑事に微笑した。うちには盗まれるようなものは何一つありゃしません。その人は夢でも見たんじゃないでしょうかね。この刑事との対談で泥棒との行き先が知れ渡ったのであった。なるほど、丹波さんならやりそうなことだ。おまけにあの泥棒は丹波さんの一件だけ罪が軽くなるわけだからな、とここの住人たちは言い合った。きっと丹の野郎が吹っ込みやがったんだな、とある男が言った。あいつはしょっちゅう丹波さんとこへ入り浸ってやがったし、隣同士だったからな。丹波さんが小金を持ってるとかなんとか吹っ込んだにちげねえぜ。ドンって野郎は信用できねえ野郎だった、と別の男が言った。あいつはいつも1200円札で鼻を噛むようなことばかり言ってやがった。そうだそうだ、と賛成する者はいたが、その古臭いシャレが分かった様子はないので、言った当人は孤独感にとらわれたようであった。古物商の小田滝蔵がここへ引っ越してきたばかりの時、酔って丹波楼を訪ね、仲間の何がしを叩っ殺すのだと息巻いた。事情を聞くと大切な得意先を横取りされたのだという。その得意先は滅法払い物の多い家で、空き缶だの、洋酒やビールの瓶だの、雑誌、新聞、ボロ類など、一度では運びきれないほど多量な品が月に二度ずつ出るし、それらの代価は取らず、片付けてもらうのだからといって、反対に三個平均のものをくれるのだということであった。珍しいうちがあるもんだね、と丹波楼は言った。よっぽどの金持ちなんだな。それがそうじゃないんですよ。うちは借家だし、塀なんぞも壊れちゃってるしね。酒屋なんか勘定が溜まってるって言うんです。ええ、近所ではそう言ってるんです。中年の夫婦暮らしで、旦那というのはしょっちゅう酒を飲む。客が絶えず来ているし、朝から夜まで酒を飲んだり、大きな声で議論したり、歌を歌ったりする。ある時などは、と言いかけて小田滝蔵は怒りの方へ自分を引き戻した。そんなようなね、払い物をして逆に金をくれるような得意なんざめったにあるもんじゃありませんや。それはあんた横取りしやがったばかりか、てめえが間抜けだから人に取られるんだ、寝ぼけるないって抜かしやがった。そういう人間も世間にはいるもんでね、と丹波楼は言った。自分でやったことが恥ずかしいもんだから、反対に毒口を聞くものさ。こんなことを言うと自分の悪事をひけらかすようだがね、6、7年前のことだったかな、ある年寄りが死んじまいたいと言ってきたんだな。もう
つくづく生きているのが嫌になったからって。親類もなし、妻子もない、年は70いくつとかで、昔は相当な商家の主だったが、当時は夜店でおもちゃを売っていた。体は丈夫な方だが、朝起きて飯の支度をするときに、ああまた同じことをするのかと思うと、体から精が抜けていくようで、七輪の前にしゃがんだまま30分の夜もぼんやりしていたことがある。何を食べてもうまくないし、これが食べたいと思うようなこともない。たまには女の子の尺で一杯やりに行くのが楽しみだったけれども、このところずっと女を遠くから見るだけでも胸がムカムカする。特に銭湯へ行った時、自分の裸の体を見る不愉快さは例えようもない。痩せているとか干からびてシワだらけだとかいうのではなく、体そのものが醜悪で汚らわしくてやりきれなくなる。まあそんなようなことを並べるんだな。綺麗さっぱり死んで自分をこの世から消えてなくしまいたいって、と丹波郎は言った。そこで私が茶ダンスの引き出しから粉薬を一服出してきて、これは彫金の地金に混ぜる薬で、一般には売っていない劇薬だが、飲んで1時間経つと頓死する。ちっとも苦しまずに死ねるから、本当に死ぬ気ならお飲みなさいと言って湯飲みに水をついできて渡した。その年よりは礼を言って飲んだ。あんまり思い切りがいいのでこっちがびっくりしたくらいだが、年寄りはそれで気が落ち着いたものか、問われるままに身の上話を始めた。今度の戦争まで彼は干物町というところで呉服屋をやっていた。妻と男の子二人、店員を五人に女中を使って、町内では顔利きの方であった。戦争になってから企業統制で呉服屋を辞め、国民服とか絹糸を扱う合同会社の役員に就任した。その頃は軍関係と手を握ってうまい商売をし、金も流れ込むし、2号3号もできて天下を取ったような贅沢な生活をした。ところが18年の冬、召集令状を受け取った長男が他人の細君と出奔して、熱海で身投げ心中をしたのがケチのつき始めとなり、その前に召集されていた次男が大陸で戦死する。空襲できれいに焼かれて裸になるというありさまで、敗戦の 4,5 日前には妻が栄養失調のために死んでしまった。今でも毎晩私は死んだ妻子や囲った女たち二人と話をするんですよ、とその年寄りはおしまいに言うんだね。女房も二人のせがれも女たちもまるで生きているように笑ったり話したりするんです。奇妙なことに妻子も女たちも皆自分に好意を持っていて、恨んでいたり憎んだりするようなことは決してない。他人の妻と心中した長男とも話してみると事情がよくわかるし、その関係はごく自然なもので、誰にも迷惑はかけていないという事実まではっきりする。本当に奇妙なことだが、みんなが生きていて一緒に暮らしていた時より、夜中に今は亡き彼らと話し合う時の方がはるかに現実的であり、また生々しい楽しさが感じられる、とその年寄りは言うのであった。生きていればこそだね、と私は言ってやった。丹波郎は微笑した。別の言葉で言えば、お前さんが生きている間はその人たちも生きているわけだ。こういうことはそうざらにあるものじゃないらしいな。その年寄りはなるほどと言いたげにうなずき、しばらくじっと考え込んでいたが、やがて心配そうに、今の薬は1時間経つと効くんだな、と
質問した。そうだ、あと10分もすれば効き目が現れるはずだ。その年寄りはまた考え込んだが、顔色が次第に悪くなり、自分の手をつくづくと見守った後、もう取り返しはつかないのかね、と言った。いや、と私は答えた。薬というものには必ず、その効き目と反対な性質の薬がある。例えば、下痢を止める薬があれば、通じをつける薬があるし、胃酸を中和する薬と逆に胃酸を出すための薬がある。また、そういうのを遮ってその年寄りは、今の毒薬にもそういう薬があるか、と大層咳き込んで聞いた。無論、毒薬には解毒剤というものがあるよ、と私は答えた。今、手元に持っているかどうか思い出せないが、と言いかけたとき、その年寄りは、私に飛びついてきたね。あんまり猛烈な勢いだったんで、私は絞め殺されるのかと思ったくらいだった。丹波郎は片手で自分の首を押さえながら言った。さあ、その解毒剤をすぐに出せ、すぐに出せって、ひいき声で怒鳴るんだな。さもないと人殺しの罪で訴えるぞ。いや、嘘じゃない。その年寄りは本当にそう怒鳴り立てたよ。丹波郎はその年寄りに解毒剤を与えた。なかなか見つからないようなふりをして、その年寄りに近づく死の恐ろしさを十分に味わわせてから、薬の一つは解熱剤、一つは胃腸薬であって、言うまでもなくその年寄りは無事に帰った。人殺しとはね、と言って小田滝蔵は笑った。自分で死にたいと頼んでおきながら、人殺しとは随分うろたえたもんだな。やっぱり人間はいざ死ぬとなると気取ってばかりもいられないんだな。小田滝蔵は間もなく帰った。仲間を叩き殺すと息巻いていたことはもう忘れてしまったように。小田滝蔵は後日関東政教に向かってその時の話をし、丹波さんは人を食った人だと言って感心した。こっちは本気で仲間の一人を叩き殺すつもりでしたよ。実際に殺せたかどうかは分かりませんがね、自分じゃ本気にそう思い詰めていたんです、と小田滝蔵は言った。二番目の子が生まれて間のない時だし、商売に気乗りがし始め、これならどうやらやっていけるって思ってた時でしたからね。その上、得意を横取りされた上、バカみたいように言われたんですから、こんなその日暮らしの者にとっては、それこそ生き死にの問題なんですからね。六、七年前に、そんな年寄りはいなかったな、と関東先生は言った。そんなような年寄りがいたという記憶はないな。それは話だな。私も後でそうじゃないかと思いましたよ。どうしても死にたいとか、1時間経つと頓死する毒薬とか言うんで、つい聞き取れているうちに熱が冷めちゃった。煮え湯がぬるま湯になったというわけだ。関東先生は笑っていった。その話の年寄りのように、小田君も盛られたということだな。おかげでバカな真似をしずに済みましたがね。ある時、曽根龍介が丹波さんを訪ねてきて、自分の妻が男を作ったがどうしたらいいかと意見を求めた。曽根は茶館の手間取りで38歳、妻との間に5人の子供があった。そのかみさんはここの女房たちから鬼ババアと呼ばれていたが、ニスのように痩せて色が黒く、抜け上がった狭い額の下にワシのような鋭い目が光っている。頬骨は尖って高く、いつも紫色の薄い唇はきっと一文字に結ばれていて、蓋を閉じた甘
まぐり貝のように見える。年は35歳だが、誰もそれを信じる者はいない。45、6だという者が大部分であり、50歳より下ではないと断言する者さえあった。彼女はおことという名であるが、女性とは馬が合わないようで、苦情を言うとか怒るとか、自分の方に言い分のある時だけは口を聞くが、さもなければ朝夕の挨拶もしないし、挨拶をされても返事はしないのであった。その代わり男性とは馬が合うのだろうか、老人でも若者でも男に対して常に関心があるらしく、男を見ると目の色が変わると言われていた。おことは近所のかみさんたちに、はけ屋の妻のみさおとよく並べて噂をされた。体つきや風貌も共通した点が多いし、男好きなところもよく似ているというのである。でも履屋の人の方がまだマシだね、とかみさんたちは言った。こっちは鬼ババアだけれど、履屋の人はまだ愛想がいいし、付き合いってことを知ってるもの。このようにおことはかみさんたちから嫌われていた。おことが男性に対していかに大きな関心と興味を持っていたにしても、鬼ババアというあだ名が示すような風貌と性分では、なかなか色っぽい問題は起こりにくいであろう。はけ屋の女房がその方の達人であるのと正反対に、おことはそれまで潔白であり無傷であった。五人の子供たちもまさしく曽根龍介の子であるし、それが証明できるかなどという好奇心の強い人には、一度おことに会ってごらんなさいとお答えしよう。また今彼女は妊娠中であるが、それも龍介の種であることを疑う者は一人もなかった。そのようなおことがついに男を作ったという。曽根龍介の話によると、相手は二階に曲がりしている22の青年で、こうちゃんといい、昼は運送屋に勤め、夜は定時制高校に通っている。22で夜間高校に通うというのは、よっぽど高学精神の旺盛なたちなのだろう。おとなしくて転校の挨拶をするにも顔が赤くなるということであった。へえ、本当ですとも、と曽根龍介は言った。先月の末でしたか、朝のまだ暗いうちにおことのやつが2階から降りてきたのでびっくりしました。寝巻きに細紐を締めただけの格好です。どうしたんだと聞いたら、おことは平気な顔で、あら、お前さん起きたのと言い、こうさんが起きないから今起こしに行ってきたのだと答えた。その時はまあそうかと思いました。この男は6時に勤めに行くんです。いや、勤めに行くために毎朝6時に家を出かけるので、遅れちゃいけないからってわけで、まあそんなことだろうと思いました。そんなことが幾度かあった後、おことは亭主をすっかり丸め込んだと思ったものか、おとついの夜半、そっと起き出して2階へ上がっていった。私はそれを見て、また起こしに行くんだな、曲がり人を置くと女房も大変だなと思って、そのままうとうと仕掛けました。龍介は目を細めてうとうと仕掛けた様子を示し、それからその目を急に見開いた。うとうと仕掛けてひょっと気がついたのは、今は朝ではなく夜中だってことでした。私はおとついは遅くまで仕事で疲れ切っていましたから、8時に寝ちゃったんです。それで子供たちが寝る時の騒ぎも知らなかったんですが、おことのやつが起きたんで目が覚めたんでしょう。途端に時計が1時を打ったのを思い出したんです。彼は起き上がって時計を見た。その古い六角時計の針は1時15分を指していた。寝床を見るとおことはいない。すると夢でもなかったのだと彼は思った。
それから目が冴えちまって眠れやしません、と曽根龍介は言った。気持ちだってしどいもんで、しっきりなしに何かが喉へこみ上げてくるし、あばら骨の裏側が火で焼かれるような具合でしたよ。時計が三時を打ってからおことは下へ降りてきた。降りてくる時は用心深く足音を忍ばせ、それから足音を高くして手洗いに行き、戻ってきて寝床に入ると大きなあくびをして眠り込んだ。あっしゃ朝までまんじりともしませんでした。変な話のようですが、おことのやつが哀れで哀れでおかしなことを言うようですが、できることなら抱いてやって一緒に泣きたいようなへんてこな気持ちでいました。これは本当のことなんですよ。外が知らんできてからトロトロと眠った、眠りかかったということだったろうが、そのうまいの鼻っ柱を叩くようにおことがトゲトゲしい声で呼び起こした。誇張なしに手のひらで鼻っ柱を叩かれたようだったという。いつまで寝てるんだねこの人は、遅れるじゃないかね、頭痛なしだよ、でわめき立てたということだ。その声を聞いて初めて足は腹綿が煮えくり返るようにカッとなりました、と曽根龍介は言った。ゆんべのことをばらしてはん殴ってやろうかと思いましたが、5人の子供がありますからね、はん殴るのはいいが、ゆんべのことを話したら子供たちがどんなにびっくらするかと思うと、足の言葉は喉に引っかかって出てきやしませんや。情けない話だが、足は何も言わずに起きましたよ。昨日も仕事を休み、今日も仕事を休んだ。体中の骨がバラバラになり、腹綿がみんな溶けてしまったようで、動く気にもなれなかった。それでまあ、思案に余ってきたようなわけなんですが、おかみさんはお腹が大きいとか言ってたようだね。曽根龍介は、へえ、と言って自分が妊娠してでもいるかのように首を縮め頭をかいた。金持ちでも貧乏人でも学問があってもなくても、と丹波郎は言った。人間にはみんなそんなような間違いを起こす時期があるんだな。男にも女にもさ、生身の体というやつは時々自分でもどうにもならなくなることがある。そうだろう、龍さん。まあ、そういうことで一つ考えてみよう。丹波郎は手を伸ばして二つの湯飲みに茶を継ぎ、一つを曽根龍介に渡して自分のをゆっくりとすすった。その夜半、曽根龍介の家の2階でそのことが起こった。午前2時ちょっと前、2階の電灯が急に灯って、おことと甲さんを仰天させた。2人が振り向いてみると、龍介が電灯のスイッチへ手をやったまま上から2人を見下ろしていたのだ。驚くことはねえよ甲さん、と曽根龍介は言った。明るい方が情が移っていいだろう。ゆっくりやんなよ。ね、こんなことをするのはよっぽどおことに惚れているんだろうからな。甲さんにきれいさっぱり進呈するよ。おことも甲さんも動けなかった。明るい電灯の光の下では動きようのない状態だったのかもしれない。甲さんの震えているのが龍介の目によく見えた。おことは進呈するよ、と曽根龍介は続けた。それから五人の子供とおことの腹ん中にいる子もつけてやる。わかったね。足の言うことはこれっきりだ。さあ、二人でまたゆっくりやんな。そして彼は電灯をつけたままにして階下へ降りて寝た。鬼ババアというあだ名を
命日とともに愚痴した上に、五人の子とまだ体内にいる子までついている女を、21か2の青年が喜んでもらうはずはないだろう。いな、たとえ40か50の老けた男でも、それほど勇猛心のある人間がいるとは思えない。すなわち、高さんは逃亡し、おことは泣いて亭主に謝罪し、あまりロマンティックではないこのロマンスは終わりを告げたのであった。ええ、うまくいきました。と曽根龍介は、ことが収まった後で丹波さんに言った。五人の子供と腹の子をつけてやると言ったのが当たったんですな。荷物も何も置きっぱなしで飛び出してったきりです。おことのやつも子供たちのために勘弁しておくれって言って泣きましたね。ええ、やっぱりご相談に来ていいことをしました。あのセリフは見事に聞きましたよ。おことはこの出来事をどのように自己処理したものか、その後もケロッとして長屋のかみさんたちに平気で食ってかかり、怒鳴り散らし、叱りつけたりするのであった。コウさんとのことはほとんど知らないものはなかったのだが、当のおことだけがそんなことは夢にもなかったように振る舞うので、さすが口達者なかみさんたちも絶望の持って行きどころがないようであった。今、我らの町は眠っている。クマンバチの基地はどこかへ移っていったが、丹波楼の世話になった人たちの多くは、この長屋内のそれぞれの家で眠っている。丹波楼に助けられたことを思い出して、感謝のため息をついているものもあろうが、大抵は忘れてしまっていて、それにもかかわらず、この長屋に丹波さんがいること、困った時には相談に乗ってもらえるという安心感に慰められてため息をつくのであった。この町を後ろから囲っている西岸地の高い崖と、崖の上に黒々と茂る木立とが、今は圧迫するようにではなく、この一群れの長屋全体をかき抱き、その安らかな眠りを見守っているように感じられる。黒い木立から目を上げると、空には一面に星が輝いているが、その瞬きは冷たく非情で、愛をささやきかけるというよりも傍観者の長老のように見える。よしよし、眠れるうちに眠っておけと、それは言っているようであった。明日はまた踏んだり蹴ったりされ、悔し泣きをしなくっちゃならないんだからな。